皆さんこんにちは、コアショーです。田村です。はい、今回はですね、またヤフーニュースで面白い記事を見つけてまいりました。東大合格者ランキング、男子中高一貫校が上位を占める理由ということで、やっていきたいと思います。はい、またですね、記事のリンクを貼っておきますので、もしよければそちらもご覧ください。でちょっと最初にね、告知から入りたいと思うんですけどちょっとトラップで申し訳ないんですけど、はいはい、個別指導塾キャッシュダイスではですね、講師の方を絶賛募集中でございます。はい、またね、今これ撮ってるのは夏なんですけども、夏や秋とか、通年でね募集をしておりますので、もしね気になる講師の方がいましたら、概要欄のリンクから採用ページに飛んで、ぜひねご応募いただければと思います。はい、はい、ではねちょっと本編に入っていきたいと思うんですけれども、毎年ね3月中旬ぐらいになると、サンデー毎日さんと、週刊朝日がですね、朝日さんがですね、はい、高校別東大合格者ランキングを、速報を毎回出しております。で結構僕はサンデー毎日さん寄りの人間でして、はい、最近毎年はこの受験シーズンとかに、結構インタビューをねしていただいて、記事を載せていただいているということで、多少ねお世話になっているんですけど別に、はい、どちらがどうしてことではないんですが、皆さんも結構、はい、東大合格者数ランキング気になるじゃないですか。そうです、気になりますね。でうちも動画の企画で、年によってサブだったりメインだったりいろいろありますけど、はい、大体結構メインでもね扱っているかなというふうに思います。はい、でね、全国に大学は大体800ぐらいあります。厳密に言うと確か770ぐらいかな、800弱ぐらいあると思うんですけど、はいはい、その中でも、東大にはねかなりこう特別なこう思いをね皆さん抱きがちなんじゃないかというのが、記事にも書いてあります。確かに。はい、で、実際ですね、こういったものを見ていくと、毎年、中高一貫校、男子校ですね、はい、特に、こういったところが強い。女子校で応援とかも強いんで、あれなんですけど、ざっくり言えば男子校、七つく駒、海星、麻布、こういったところが強いですね。はいはい、なのでそういうところが、受かることが多いということなんですね。うん、で実際ですね、やっぱりどこかが増えればどこか減るわけですよ。そうですね、東大の定員っていうのは、その推薦がね、最近始まったり、昔は後期入試があったり、いろいろ変遷はありますけど、枠としてはざっくり、約3000人ぐらいっていう枠が、ほとんど昔からあまり変わってないんですね。はいはい、多少の微増微減はあるんですけど、ほとんど変わっていない。で実際ですね、1967年ぐらいにその大規模な、学校群制度導入というところで、一個ね事件というか、はい、現象が起きたんですね。で1960年代までは日比谷高校をはじめとする都立高校が東大合格者数ランキングの上位を占めていました。うん、皆さんも、若い方だと知らないかもしれないですけど、私世代とか、はい、保護者サーマー世代の方は知っていると思うんですけれども、はい、例えばね、1964年は193人ね日比谷高校から合格をしているということなんですよ。すごいですね。すごい多いですね。そう、はいはい、栄光の時代があったんですよ。はいはい、でしかもトップ10のうち6校が都立、はい、都立、はいはいはい、そう、つまり東京、そもそも東京の人だったわけですよね。なるほどなるほど。でさらに2校が国立と、はいはいはい、いうことで、はい、要はトップ10のうち8校が公立、国立、いわゆる国公立の、学校だったということですね。で特に都立か、はいはい、ということですね。今と全然違いますね。そう、はい、で私立はじゃあどこがランクインしたんだっていうと、奈良と麻布だけなんです。あ、なるほど。実は改正は入ってなかったんですね。そうだったんですね。はい、うんうん、で一部の都立高校に東大進学者が偏るのがまずいということで、都立高校の入試に先ほど申し上げた学校群制度ってものが導入されたということなんですよ。はいはい、これどういうことかというと、受験生が選択できるのは複数の学校が構成する学校群まで、つまり A、B、C、D っていう高校があったらそこのグループを選びますとか、はいはいはい、もしくは E、F、G っていうのがあったらそこの群を選びますということなんですね。で仮に入試に合格しても、その学校群の中のどの学校に割り振られるのかがわからない仕組みにしてしまったんですよ。うん、つまりさっき言ったように僕がじゃあ受験します、はいはい、例えば A、B、C、D っていうグループの学校を受かりました、うん、でも A に行けるのか、B か C か D かわかんないんですよ。ランダムでくじ引きみたいな感じですかね。そうなんですよ。めちゃめちゃこれ怖くないですか。はいはい、怖いですねこれは。そうなんですよ。なので例えば日比谷高校に関しては、はいはい、日比谷、あと三田高校、あと九段高校と同じ学校群だったんですね。はいはい、三田も九段も、別に今でも全然いい学校ですよ。うん、いい学校なんだけど、やっぱ日比谷に行きたい人がさ、うん、他の学校って嫌じゃないですか。そうですね。点数じゃなくてなんか運で他の学校に行かされてしまう可能性があるっていうのはちょっと嫌ですね。そうなんですよ。はいはい、だから単純計算でも、はい、どう決まってるのかともかく単純計算でも3分の1ですよね、うん、確率が、はいはい、少ないですね。例えば日比谷に合格、日比谷というか日比谷の学校群に受かって、さらにその3分の1でっていうことだと、はいはい、正直嫌じゃない。そうですね。もう博打みたいな感じですね。そうなんですよ。はい、なんでそれを嫌って都立高校の志願者が激減したんですね。うん、なるほど。はい、で代わりに私立中高一貫校ブームが
あの始まったっていうふうに言われてます。なるほどですね、はい、どういうことかというと、高校受験をして、はい、どこに行くか分かんないじゃん、困るじゃん、うん、困りますね。だったら中学受験をして希望の私立高校に入ったが良くないっていうことになったわけですね。中学受験ブームにちょっと火をつけたと。これがそうなんですよ、はいはい、でこれで実際ですね、かなりこう効果というか現象が起きまして、うん、はいはいはい、さっき1960年代の話をしたんですけど、1970年代の半ばにはトップ10に入る都立高校が1校もなくなったんですよ。わあ、もうだこの10年弱の流れでめちゃめちゃ変わったんですね。はい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 、で代わりにその私立中高一貫校が浮上してきたってことなんですよ。なるほどですね、うん、はい、で実際、まあ、これまずすぎるということで、はいはい、1982年にこの学校群制度っていうのが廃止されました。はいはい、で僕もですね、僕生まれたのが89年なんですけど、はい、まあ、親とかの話を聞くと、まあ、お前が生まれるもうちょっと前とかはこういうのがあったんだぞって僕も聞いて育ちましたね。はい、よかったと思いましたよ。はい、選べないって、ね、ひどいことですよね。ひどいですね。そう、ただやっぱり一度流れができちゃったので、はいはいはい、それがまあ変えられなかったわけですね。なるほど。はい、で1990年代には私立高校からの東大合格者数が公立高校からの合格者数を上回った。追い抜いて、うん、でさらに差を広げてしまったということで、まあ、一般的に言われるような私立高校の方が進学が有利みたいな、まあ、昨今の論調がだんだんと出来上がってきたということなんですね。なるほどですね。うん、はいはい、で、まあ、結構ねその最近この記事にも書いてあるんですけど、その東大合格上位校に男子中高一貫校が多いのは、はい、その経済格差とかあとはジェンダー格差、うん、っていうことがあるんだってことは言われるじゃないですか。はいはい、まあ、ただそのさっき言ったような流れがあって、まあ、そのもちろんこういったねその、まあ、ジェンダーとか経済格差がないとは言わないですよ、うん、言わないけれども、ただこういう流れがあって結構必然的にこういう風になってしまっている部分っていうのはあるのかなと思うんですね。確かにそうですね。そうで、うん、まずちょっとこの記事を読んでいきますけど、経済格差の観点から言うと、はい、東大生の、出身家庭の年収の高さが話題になりますよね。はいはい、平均1000万あるだとかないだとかね。はいはいはい、うん、だけど、まあ、結構その結論を急ぎすぎじゃないかというふうに言っていて、うん、例えばですね、私立の6年生一貫校の普及によって東大入学の階層的な閉鎖性が作り出されたというわけではないと、うん、必ずしもそれだけが原因ではないというふうに言っている、社会学教育社会学の学者さんもいらっしゃって、はいはい、実際私立高校が有利になる以前から専門とか管理職の指定たち、まあ、つまりまあその比較的そのいわゆる優等生と言われるようなエリートの子たちっていうのは日比谷高校とか西高校に進学していたと、うん、でそこで結局東大に入ってたと、はい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 、だから元々やっぱり学力が ある子とかっていうのは、うん、そのまあなんていうのかな、ある程度エリートとか生まれがいいというか、うん、まあ、そういう子がいたんだよっていうのが、まあ、明らかにされているということなんですね。はいはいはい、なので、まあ、その別に中高一貫校がそれなんか悪いわけではないというふうに言っている論調もあります。まあ、これはあくまで一個の意見なんで皆さんの、ね、意見もあると思いますね。はい、であと2つ目、ジェンダー的観点ですね。うん、こちらに関して言うとやっぱりもともとの女子比率っていうのは、まあ、低いというふうに言われてたじゃないですか。はいはい、で東大も結構こう女子比率を上げたいとか、なんか数学を簡単にして難しくとか、うん、まあ、これは分かんないですけど、まあ、そういうふうに言われたりしますよね。うんうん、ただですね、女子校のトップ10入りっていうのは実は最初どこだったかっていうと、はい、1994年の桜蔭だったそうなんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だから、はい、逆に言うとその、まあ、女子というか、はい、女の子が東大に受かるように後押ししていたのは、うん、まあ、男子ではないけど女子中高一貫校の役割でもあったんじゃないかっていう考え方も、まあ、あるということなんですね。なるほど。うん、まあ、なのでですね、まあ、こういったところを見ていくと、まあ、かなりね、まあ、いろんなこう社会的な流れがあって今の状態があるんじゃないかというふうに言われています。はいはいはい、うん、であとですね、結構ですね、過去の、ね、合格者数なんかを比べて、まあ、ランキングとかで結構この記事の中で紹介されていて、うん、まあ、具体的にこう画像みたいなのでランキング、結構経年のランキングがバーって出てるんで面白いので、もしよかったら皆さんもご覧いただければなというふうに思います。はい、はい、でちょっと一つだけね、僕の意見というか、うん、まあ、意見いくつも言ったんですけど、はいはい、言えるなって思うことがあって、うん、そのやっぱり男子中高一貫校が上位に来る理由っていうのは、はい、まあ、受験的に言えばやっぱり先取りなんですよね。まあ、そうですよね。もう何百回って言ってるんで、もう詳しく言いませんけど、はいはいはい、やっぱり先取りしてる方が有利って中で、やっぱ3年間で先取りするのと、はいはい、6年間で先取りするんだったら、やっぱ6年間の方が時間的余裕があるじゃないですか。時間的余裕があるし、まあ、中間の高校受験挟まなくて済むっていうのもありますよね。そうですね。はいはい、でやっぱり高校受験が別に害悪とは言わないんですけど、はい、あくまで中学範囲をいかにしっかりやるかっていう勉強じゃないですか。うん、はいはいはい、しかも多くの人って公立高校とか都立高校に行きますから、まあ、まあ都立高校も公立高校なんですけど、うん、行きますから、そうするとやっぱ教科書の範囲の勉強がメインじゃないですか。そうですね。でそれを何度も何度もやってる間に高校の範囲をやっぱり中高一貫校の子は勉強しちゃってるんで、うん、はいはいはい、やっぱりそういう意味で言うと中高一貫の方が一般的に言えばやっぱ有利。確かに
な部分っていうのはあると思うんですね、はいはいはい、であとはやっぱりその入試っていうものがないので、入試にまつわるいろんなイベントをしなくていいっていうのもあるんですよ。いろんなイベント、はい、例えば6年間で大学受験をする場合、はい、まあ、推薦とか使う人以外はっきり言って調査書とか内申点とかほとんど関係ないわけですね、うん、確かに、まあ、一部関係ある、あるんだけど、うん、ほとんど関係ない 99%、うんうん、ってなった時にやっぱり変になんかノート提出を求めて、うん、真面目に授業を受けてるのかっていうのを先生がそもそもチェックする必要はないじゃない。なるほど。ちゃんとこの子は学力がついてるのかなっていうのは見てあげなきゃいけないけど、はいはいはい、なんかそのいわゆる、僕もありましたけど中学校の時に、ね、宿題ノートを出したらプラス何点みたいな、うんうん、それ出さないとマイナス何点とか、もしくはお説教されるとか、なんか写経され、うん、やらされるとか、そういうのがないので、そういう入試にまつわるその調査書みたいなイベントもないし、確かに、あとやっぱり卒業っていうものもないわけですから、はいはいはい、そこにまつわるイベントもないですよね、はいはいはい、例えば中学校で卒業する場合、中学3年間の集大成が中3だから、はいはいはい、例えば運動会とか、まあ、体育祭か、体育祭とか文化祭とか、うん、そういったものをですね、やっぱこう3年生が取りまとめてっていうイベントになきゃいけないけど、はいはいはい、中高一貫ならまとめて1回やればいいんで、確かに改正とかもそうなんですけど、はい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 、そうするとじゃあ、まあ高2とか高3が主体でやればいいから、うん、中学3年生の子はもうちょっと自分の活動にも邁進できますよね。はいはいはい、なるほど、うん、なるほど。あとはさらに言えるのはやっぱ受験がないので部活を継続することもできるじゃないですか。確かに、やっぱりだから僕の中でやっぱ心身ともにそういった6年間時間を、うん、あの6年間というスパンで見られるっていうことがやっぱ有利なのかなとは思うんですよね。はいはい、もしかしたらこの顔ぶれの変化っていうのは、まあ、最初はきっかけとしてはこの入試制度の変化、まあ、網だくじみたいな、そういう結果、それがきっかけだったかもしれないんですけど、うん、実はこの制度から私立高校が人気になってきて、みんな生徒さんとか私立高校入って、あ、こっちの方が実は合理的なんじゃないかと気づいていって、こういうふうにまあ、定着していったっていう可能性もありますね。そうなんですよね、はいはい、なので、まあ、そういうところはですね、まあ、皆さんの意見もあると思うんでコメント欄お待ちしてますし、うん、まあ、今日はねちょっといろいろ話をしてみたし、記事も概要欄に載せておくのでぜひね見てもらえればと思います。はい、はい、ではね、また最後にですね Amazon 欲しいものリストから、参考書らしいものをいただきましたので開封していきたいと思います。はい、はい、ちょっとお名前映らないと思うんだけど、はい、こういう感じで、ね、頂戴しました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと開けていきます。おそらく参考書だと思われるんですけれども、あ、そうだ、これはね、素晴らしいですよ、はい、これはちょっとですね、本当は自分でね、買おうと思ってたんですけど、はい、いただいてしまいましたね。はい、オーブン社の数学の参考書なんですけど、はい、総合的研究問題文の読み取り方というものでございます、うん、結構総合的研究という参考書自体は、まあ、チャートみたいな分厚いやつで、うん、なんですけど、これはあくまでテーマ的な参考書なので、うん、こう薄さはそんな分厚くないっていう感じですね。確かに。でこれ何がすごい本なのかというと、はい、なんとですね、私の後輩の YouTuber 古賀さんが書かれているということなんですね。なるほど。古賀さんね、書いてました。はいはいはい、古賀さんね、はいはいはい、書かれているんですね。で、まあ本当にね、古賀さんといえば、まあ数学系 YouTuber の中でも、まあ一二を争うね、うん、正確性を大事にされて、うん、すごくなんていうか丁寧な、うん、丁寧っていうか、なんですかね、単純にそのなんか分かんない子にも分かりやすくという丁寧さというよりは、うんうん、本当に厳密に数学的に正しいことを追求するという、ね、方ですので、まあ、学力の、まあ、一定以上の学力の人だと思うんですけど、ターゲットは、まあ、ぜひ使ってみていただければと思います、はい、まあ、僕らも、ね、読んでみて、うん、まあ、なんかすごい良さそうであればもしかしたら、ね、塾のルート入りとかもするかもしれないですし、うん、はい、僕もちょっと、ね、これいただいたんで研究してみたいと思います、はいはい、というわけで本日の話は以上です、まあ、最初に、ね、告知したんですけど、個別指導者キャスダイス、まあ、もちろん、うん、生徒さんもね、はいはいはい、絶賛募集しておりますが、講師の方も、募集しておりますので、概要欄のリンクからぜひご応募ください。それでは最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。